はい、それではアポロン栽培日記、アポロン春秋系、8月の22日に植えて、今日が8月の29日、今午後3時過ぎなんですけど、なんか九州の方に台風が上陸したみたいで、ちょっとこっちまで来るような予想にはなってて心配な時期ですけど、まあ最初の手入れをしていきます。まあ前回毎回やってるんですけど、またこう脇芽、今度はもうどんどんもうちょっと強くしていきたいから、もう今回はあれせずに何の考えもなくいつもの通りに落としていく。下葉2枚と貝割れ、そして脇芽を全部取ります。3、4つ取っていきます。で、誘引、やっぱり22日に結構小さめの苗で植えたから、こう この節間節も伸びすぎず、こうこちゃっと熱いんだけど、しっかりと伸びずに育っていって、これがさ、シュッシュッシュッって伸びてどん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 上に行きたがっちゃうと、樹勢が秋に向かっていって樹勢が出てこなくなっちゃうので、すごくいい状態アポロンで、今のところもともとうちはその大量効果今年はまだほぼ出てないの、ほぼつか出てないので、大病的なこの品種の特徴は、今のところはまだそんなに気にしなくてもいいのかな。ただ8月から 10月はその同じ波がどんどん増えて、体力硬化をどん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 増やしていく時期なので、要注意は要注意。この地面いなかったもんね。そうですね。うん、よかった。こうやって手入れしてる時点でこうふわっとか飛ぶと、もうそこそこいるからね。で、一匹でも見たらもうある程度こう予防やることを処理することを考えないと、どんどん広がっていく。特に暖かくて何の苦労もしてないから、いくらでも増えられるから彼らは。で、こっちがいつものメロンかな。まあでもこっちもこちゃっと育っていい感じ。そして水を切って少し経つのかな、前回の2日前か、あそこから水を切っているから、だいぶ、でもまだまだで、ここから台風の影響で多分 2,3 日は雨が続きそうな予報になっているので、多分すぐは水が切れないかな。そのまんましばらく維持していって、次に水を戻すときに次の動画を撮ろうと思います。はい、多分ね、こう見た感じね、いるはいるんだよね、このヤゴって子供、脂肪はついているんだよね。ちょうどここら辺なんだけど、12節目、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、見えるかな、若干確認はできる。あ、10節目にはいる。ほら、ここが10節目。これ。うん。これ脂肪だから。お、雌花にちゃんとになってる。まあ、10節目にいてもちょっと困るんだよな。もうちょっと上で行きたい。10節だと、11月収穫だから、玉の実がちょっと心配なので、やっぱり12、3節ぐらいにつけた。まあ、ただ、ここいらは10節は取っといて、8節ぐらいまで今回は払っちゃうんだけど、1,2,3,4,5,6,7、ここぐらいまでは払っちゃうんだけど、ここからはちょっと様子見のために取っとく。で、上があまりにもないようだったら、もうそこの10節目ぐらいの花を使う。
上が順調についてるようだったら、はい、はい、すいません、また暑くて GoPro がちょっと値を上げたみたいで、このだから10節目ぐらいで様子見をして、で12、3節がきっちりついてるようだったらそこを払ってそこで揃えていくっていうことをしていきたいと思います。はい、例年になくこの暑さの中ではこううまく育っていってるような状態で来てます。はい、それでは、その10節ぐらい、あ、次はあれだ、水を生産終わりの動画を撮ります。はい、そんな感じでした。以上です。